いたします。それでは自己紹介してもらいましょう。この方々です。はい、今度ですね、大湾支店に、支店長をですね、務めさせていただきます。私は石川と言います。読谷村のためにですね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そしてもう一方。はい、営業副長をします、宮平寛斎と申します。読谷村の長浜出身です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ねえ、今日はですね、そんな、沖縄開放銀行大湾支店の、また新たな出発ということでございましてね、そのスタートの模様などを伺っていきたいと思いますが、まあもう知っての通り、場所の方が支店長、はい、もう今回のね、オープンのもう一番の話題ですよね。そうですね、はい、三栄山大湾シティのですね、中に店舗を構えることになりまして、まあ、8月9日なんですけども、同時オープンということになりました。で、もう三栄山なんでも駐車場が広くですね、いろいろなテナントも入っておりますので、ぜひですね、お越しになってもらいたいなと思います。はい、読谷村ね、今人口多いって言われても4万しかいないですし、まあ町方と比べたらやっぱり少ない。そんな中に、開放銀行は読谷支店が今現在高潮にね、はい、ございますが、はい、2店舗目という。そうですね、はい、なかなか村のレベルでは2店舗目って少ないんじゃないですか。はい、これはまあうちの東堂をはじめ、まあ目の付けどころというかですね、今後やっぱりこの地区、まあアクセスがですね、那覇にも名護にも、まあ沖縄市にもですね、アクセスが良いと、それと区画整理が今人口が増えていくということで、まあ出店をするということに至っておりますね。今まで開放銀行さんっていうのは、そういう例えば商業施設みたいなところに入られてるっていうのはあったんですか。はい、商業施設にはまあありはするんですけど、今回の三栄さんが初めてですね。はい。すごいね。はい。まあそういう意味ではぜひともね、まあ8月の9日スタートしますので、当日せっかく作ろうって思ってるんだったら、はい、初日に行った方がね、何かもらえるよということで、そうですね。もらうためが目的じゃありませんけれどもね、はい、ぜひともそういう意味では、当日ねご相談に。そしてまた今回はその相談なんですけども、お客様相談プラザ大湾って書かれてまして、これもオープンするということで、はい、はい、今回のまあ目玉の一つでございます。大湾支店と併用しましてですね、はい、相談プラザ大湾ということでありますので、まあどういった内容かと申しますと、まあ通常のローンプラザ、ローン関係や住宅ローンと、それとはまたプラスしてですね、相続やですね、まあいろいろ金融商品、そういった相談ができるプラザを併設しておりますので、こちらもですね、ぜひご利用いただけたらなと思いますね。いやでもね、本当になんていうの、銀行がクローズしている時間帯に、なんかあるっていうのは嬉しいですね。そうですね。時間がですね、まあ例えば銀行まあ9時から3時まで窓口が開いてますと。で、この相談プラザがですね、まあ午後2時から夜の9時まで開いてると。そうそう、それをね聞いた時に僕はね、これ嬉しいなと思いましたもんね。やっぱサラリーマンにとってはなかなか、そうなんですよね。仕事してる時に。お家のローンの件とか車のローンの件と相談しに行きたいけど、そうですね、なかなかね、いけないですから、そういう意味では気軽に仕事帰りに立ち寄ってもらいたいっていう。そうなんですよね。相談ですからね、社長。それとですね、またこちらの相談プラザは土日も祝祭日もオープンしておりまして、まあお正月の三が日123大晦日以外は空いてると。営業してると。はい、営業してると。なるほど。いうことなんで、まあ今回開放銀行初めてのですね、試みということなんで、モデル店となっております。まあ目玉の一つとなっております。はい。